イタリア海軍軽空母カブールがアメリカに到着しました。目的は、F-35B ステルス戦闘機運用を開始するためです。今回は現地の状況と合わせて詳しく見ていきますね。カブールも日本へ来るのかな、ちょっと楽しみでもあるな。2021年2月13日、母国イタリアから東北大西洋を横断してきた同国海軍の航空母艦カブールがアメリカの東海岸バージニア州のノーフォーク海軍基地に入港したと報じられた。航空母艦カブールがノーフォーク海軍基地に入港した理由は、今後同艦が艦載機とする F-35 ライトニング 2B 型の運用にあたって、アメリカが設定している基準をクリアする必要があるためだ。よって、航空母艦カブールは、一足先に F-35 ライトニング 2B 型の運用を実施しているアメリカ海軍と海兵隊の指導のもと、その運用にあたってのノウハウと技術を学ぶことになるという。航空母艦カブールの戦闘機パイロットらは、まず陸上のパタクセントリバー空軍基地で F-35 ライトニング 2B 型の短距離離陸、垂直着陸の訓練等を受けた後に実際の母艦での訓練に移る模様だ。最終的にはアメリカ海軍の F-35 ライトニング 2B 型との相互の艦艇への離着陸訓練など、両国の軍同士が共同歩調を取れる互換体制まで含めた訓練が予定されているという。こうした訓練はすでにこれを一歩進めた形である。クロスデッキ運用をイギリスの航空母艦クイーン・エリザベスとアメリカ海兵隊とで行っている前例があるだけに確立されていくのだろう。この点は日本も他人事ではなく、今後航空母艦化の改修を終えた護衛艦出雲、加賀はイタリアのカブールと同様の手順を踏むものと予想されるだけに注目を集めている。さて、イタリア海軍のカブールだが、基準排水量 22,130トン、満載排水量 27,100トン、全長 236.5メートル、全幅39メートルの艦隊に、従来は AV-8B ハリアー等を最大12機搭載可能とされてきた。ちなみに日本の出雲、加賀は基準排水量 19,500トン、満載排水量 26,000トン、全長248メートル、全幅38メートルの規模であり、F-35 ライトニング 2B 型は10機程度の搭載が見込まれている。サイズ的にはカブールと日本の出雲、加賀は非常に共通点があり、 F-35 ライトニング 2B 型の搭載機数も10機前後と近似値だが、カブールは艦首にスキージャンプ式の発艦装置を持つ。カブールは戦闘機以外にも各種の用途のヘリコプターも最大8機ほど搭載が可能な上、艦尾部分の両脇には合計で4隻の小型揚陸艇も収容可能な構造となっている点も特徴として挙げられる。これはカブールがもともと軽空母というよりも強襲揚陸艦に近い
性格の鑑定として設計が始められたことにも起因しているようで、当初案では艦尾にウェルドックを持たせる構想もあったようだ。ただ実際に2001年にカブールが寄港された際には艦尾のウェルドックは廃止されており、いわゆる軽空母用途を主として建造が進められ、同艦が就役したのは2008年4月と比較的最近のことだ。ただし揚陸艦としての機能も全面的には排除されておらず、カブールは航空機の代わりに主力戦車で24両、軽車両で100両、および50両ほどの水陸両用車の積載も可能な仕様で、格納庫が設計されている。カブールは現在は戦闘機の搭載を中止し、ヘリの搭載に切り替えている前級ジュゼッペ・ガリバルディと同様に軽空母、ヘリ空母としての世界標準からすると比較的重武装だと言われている。カブールは通常より小型とはいえ、043型シルバー VLS を32セルも装備しており、これに短距離艦対空ミサイルのアスター15を搭載することで、護艦としても比較的高い防空能力を有している。アメリカ海軍や海上自衛隊の多くの艦艇に搭載されている航空機迎撃用の近接防御火器である CWIS 等は、イタリア海軍全般と同様に装備されておらず、その代わりに2種類の火砲が搭載される予定だ。一つはオートメラーラ製の 76mm 単装砲であり、艦首と艦尾に各1門ずつの合計2門と、同社製造の 25mm 機関砲を単装砲使用で3機搭載し、これらを航空機用の近接防御火器として使用することになる。海上自衛隊でも、出雲、加賀、は、防空任務は他の護衛艦に任せ、次艦は空母打撃群の中核として、航空戦力の展開に専念させる構想となっているが、このあたりは傭兵思想の違いが感じられる。とはいうものの、海上自衛隊でも出雲型の前級であるヒューガ型では、カブールの半数とは現 VLS16 セルを装備しており、いざという際の護艦防空能力も持たせようとしていたことがうかがえる。現状イタリアの問題は、このカブール用を含め F-35 ライトニング 2B 型を空軍15機、海軍15機の最大30機調達する予定で動いていたが、新型コロナウイルス対策でこの予算が半減したことだ。これによりカブール用に海軍の15機を優先して調達したとしても、その実現にも早くとも10年以上はかかってしまう恐れが生じており、早期の戦力化は厳しいというのが実情となっている。